おはようございます。ただいまの時刻4時半です。いよいよ本日は前半戦の最終日。よし、もう一回眠ろう。いや、二度で済んのかい。そしてその眠ろう、眠ろうをかけてる場合とかどうでもいいんですよ。行きましょう。微妙に雨。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。動画撮れてなかったから撮りに来た。はい、というわけでこちらが根室本線の終点、日本の鉄道の端っこということですね。はい、というわけで往路最終日ですね。はい、折り返し地点納沙布岬、本日中にたどり着くわけなんですけれども、いやー何でしょうね、今までが結構、辛かった分ちょっとなんかドキドキするっていうか、でもまだ半分でここから折り返してこの今までの分もう一回やんのみたいな、一旦ゴールなんですけれども、ちょっとまた先のこと考えちゃって、いろいろ辛かったことをね、なんかちょっと思い出したりしますね。いやー、なんかすごい不思議な感情ですね。ドキドキします。はい、納沙布岬はもちろん南側を通るルートもあるんですけれども、それは帰りに通ろうと思ってるので、こっち逆、こっち側行こうと思ってます。いや、 Google マップの案内でいや、微妙な階段なんかい。なんだこのなだらかな階段。いや、急に声をかけていただきまして差し入れいただきました。暑いでしょうって言われましたけれども、結構風が強くて、涼しいと思うんですけれども、とにかくありがたい。一応お弁当買っといたよ。うまあ、鹿だ。いや、でけえな。牛でかいよ。これ日本最東端のラブホテルなんじゃないかしら。マップ灯台？
はい、というわけで納沙布岬まであと10キロ、約2時間ぐらいですかね。あと 7.5 キロ。はい、というわけで、納沙布岬まであと30分という距離感のところに来たわけなんですけれども、ちょっと待ってこれ、あの灯台みたいなの、あれは納沙布岬か？違うでしょ？あんなにあっさり見えるもんか。まだ30分以上ありますけど、距離にして 2.5 キロぐらい。これは違いますよね。納沙布岬の灯台ではないですよね。いやちょっとビビった。もうかと思った。なんかいやーでも来ましたね。はい、今調べてみましたらオーロラタワーという、タワーみたいですね。でもそれでも納沙布岬のすぐ向かい側だった。あのタワーの先に納沙布岬があるってこと？マジか。ああ来たか。ああ。おお。ああ、なるほど。うわあ、なんだこれ。ああ。おお。わ、すげえドキドキしてきた。わあ、やっぱな。その、48日間やっぱ毎日、しんどかったわけですから。まあ、それの一旦区切りがつくってことで。わあ。わあ、そうか。なんかその、今まで大変だったのを、こう、大切にしたいみたいな感じで、すごい、わー、緊張するっていうか、なんか神聖なもののような、なんかちょっと厳かな気分っていうか、あー、勝手に大晦日からお正月みたいな、あーなんかそんな気がしてきますね。わー、なるほど、そういう意味のカウントダウンみたいな。わあ、すげえドキドキしてきました。はい、ここからは納沙布という地域。ああ来たぜ。うわぁ、来た。うわぁ、今。うわぁ、納沙布岬まで、あと10分を切ってる場所にいるんですけれども、さっきのあの、オーロラタワー、わぁ、結構古い建物だった。あの、なんかちょっと廃墟みたいな感じになってますけれども。このオーロラタワーを過ぎて突き当たりを左に曲がって、そのまま道なりに行けば納沙布岬なんですけれども、ああ、一番東の最東端に、うわもうか、もう着くか。うわーわあ、長かった。ああ、この48日か。うわあ、いろいろあった。ここを目指して、48日間歩いてきて、いや、それがあと、残り、10分弱で、到達ですよ。こんなことあります？マジで。48日間、ずーっと、ずーっ
ずーっと歩き続けて、はい、というわけでノーサップ岬はこちらという案内板出てますね。うわ、嘘だろ。え、もうこれノサップ岬なの。うわマジか。うわ、着いた。うわマジか。 Google マップだとこのちょっと曲がったところにあるみたいな感じでしたけれども、うわあ、はは、おおおお、着いた。おおおおおお、おおマジか、着いた。うわあ、長かった。うわー、マジかー。おー、うわー、来たー。うわー、そうかー。わー、ほんとだ。あー、なるほど。おー、あー、なるほどね。あー、ここが、なるほど。ここが、一応モニュメントみたいなのがあって、本当の、岬は向こうと、いうことで。うわー、なるほど。はい、というわけで来ましたよ。本土最東端、ノサップ岬。いやー、来た。いやー、来たー、来たー。うわー、いや、長かったなー。いや、来たぜー。というわけで、はい、こちら本日のゴール、ノサップ岬到着いたしました。はい、そしてこちらが、本当の最東端のノサップ岬ですかね。モニュメントとかじゃなくて。来たオフ会参加者残念。はい、というわけで、いや、寒い。そして一番東の端っこだからでしょうか、日が暮れるのすげえ早いような
そういったイメージですね。あー寒い、あー寒い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 。本日はですね、なんとライダーハウスの方をですね、予約してありますので、お宿があるんですね。はい、そこでシャワーを浴びてちょっと温まりたいと思います。はい、というわけで本日のお宿、ライダーハウス鈴木さん到着です。はい、それではオーロ最終日のディナーいただきましょう。いや、炭水化物多めですけど美味しい。いや、これは達成感もいいスパイスになってますね。はい、というわけでお疲れ様でした。